D ラボで来ました。筋トレ YouTuber がこぞってマルチビタミンを押すんですが、効果あります。全くないです。マルチビタミンはもうアメリカの FDA って食品、衛生なんとか局だっけ、はい。っていうところがあって、そこがもうマルチビタミン飲む意味全くねえと。うん、なんの意味よねっていうふうに言ってるんで、お医者さんから処方があるとか、特段の理由がないかけら基本的にはマルチビタミン効きません。はい。なんで無駄です。飲む意味があるビタミンなんて多分、お医者さんに処方されたビタミンか、それか、ビタミン D とかぐらいじゃない？ビタミン D は意味あると思いますけど、それ以外はもうほぼ意味ないですね。うん。